現役時代に三冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏70が6日、自身の YouTube、落合博満の俺流チャンネルの緊急動画を配信。同日に東京ドームで行われたロッテ戦で自身のプロ野球通算2371安打を抜く2372安打目を放った巨人の坂本勇人内野手。 35エールを送った坂本は前日5日に行われた同戦の9回に右前打を放ち自身の現役最多記録を更新する通算2371安打目をマーク落合氏の NPB 歴代12位の記録に並んでいた自宅でオレンジ色の上着を着て試合を見守った落合氏は坂本が自身の通算安打数を超える百七十二本目となる右前打を放った瞬間 と声を上げ、サムアップポーズ、そしてグラスを手に、坂本に乾杯と笑顔を見せた。一呼吸を置いた落合氏は、改めて、まあ、記録っていうのは過去の人の記録を破るときに、必ず過去の人の名前が出てくるって言うんでね、抜かれる方にしてみればありがたい話であって、非常にいい気分なんですと穏やかな表情で自身の考えを示した。 緊急動画ということでピンマイクを忘れたインタビュアーから結構嬉しいんですかと問いかけられるとそうですよ追っかけている人がその人の記録を抜くということは抜かれた人にとっては非常にありがたいことなんですよと改めて語った6回ロッテ3番手澤田が投じた初球の内角低めの146キロの直球を右前に運んだ坂本あれは待っているようなボールではないやつを 本能的にバットが出ていったというような感じのライト前へのヒットですねと解説した続けてインタビュアーが落合氏の過去の発言から坂本選手は天性のバッターだと言っていたことを紹介すると落合氏は天性もあるだろうけど練習の積み重ねですよとしみじみと言葉を紡いだこの日の1安打で坂本が通算安打数の歴代単独12位に浮上 次なる目標の数字は同11位の石井拓郎が記録した2432安打となるが、坂本選手の場合は長本さんの3085本を抜く、そこに照準を合わせていっていいんだろうと思います。そうすることで、また日本のプロ野球界の活性化というのが出てくるんでね。その記録、張本さんの3085安打を抜くと、今度は坂本を追い越せ。 っていうような選手が出てくるっていう、そういう世界でなければいけない思う。次はぜひ、張本さんの記録を抜いてほしいと思いますね。最終目標は張本さんと、60本差しの次のターゲットは、あくまでも通過点であると強調。張本氏のプロ野球記録を抜くことに大きな期待を込めた。ああ、今夜はいいお酒が飲めますね、とにこやかにグラスを傾けた落合氏は、 最後に改めて、まだまだ頑張れる年ですよ。まだ45、年、まで7、8年、実際は10年、はあるんだから。頑張ってもらいたいですと坂本にエールを送った。前日に落合氏に並んだ坂本は試合後に、落合さんは足元にも及ばないです。通算は並んだのかもしれないですけど、レベル違いすぎて何も言えないですと敬意を込めて語っていた。 そしてこの日の試合後にはこれからも一本一本打てるように頑張りますと誓っていた。